とね休みたいんですけど時間がないので先にあのつば九郎だけまで行っちゃいましょう。あと1キロとのことですね。今こう標高2700メートルぐらいですね。ちょうど時刻は11時29分、まあ12時前に着けたってことですね。で12時前に着けたってことはここ本来なら12時5分に着く予定が35分早く着いたってことですね。であとはねもうあの稜線というか尾根をねひたすら行って、まあ、30分だか40分ね歩けば着くってことなんで、あのもう行っちゃいます。でガスる前にねとにかく行ってねあの頂上で写真撮影とか撮りたいと思ってます。お、こんぐらい、あ、ごめんなさい、どうぞ、いいっすよ。いやー、見に行ってください。これすごいですよね。向こう槍ヶ岳があって、ずーっとこんな感じですよね。で、そこに、つば九郎山だけがあるって感じですね。これ滑りそうだね。左はやっぱ楽だね、少し。こんにちは。ねえ、こんな感じです。ちょっと上向きにね、するとね、あそこにツバクロがね、見えますね。おお、こっから撮る景色も見えるかもしれないですね。こっちから。はい、いいでしょうね。じゃあ行きましょう。あんまりやるとね、今度帰りの時の体力取らなきゃ。こんな感じかな。で、ここちょっと下向きにして。うわぁ、すごいですね。岩がね、すごいですね。こういう岩ってね、確かね、私、宇津木岳ってあるんですよ。それもね、日本百名山って、その時もね、こんなような岩。まあ、もうちょっと白かったかもしれないけどね、見たことありますね。こんにちは。ああ、そうか。今考えてみたら、今の人ね、リュックね、背負ってなかったんですよ。だから逆に言うとね、リュックを、つば九郎山荘に置いてくれば、あれだったんだね。そのまま、手ぶらで、そこまで登れちゃったってことだね。失敗したね。まあいいです。もうこんな感じですよ。これ写真撮る。動画やりがたきかな。こんな感じですね。なんかこう平坦くるとねやっぱ落ち着きますね。いや今回ね、ちょっときつかったかもしれない。こんにちは。すごいね。ここはそこ小屋からね。こんな感じですね。ああ素晴らしいですね。もう本当にこう岩がね、ザラザラ崩れてきそうね。なんて書いてあるんだろう。登山道って書いてあるの。イルカ岩。
には登らない。本当だ、イルカに見える。じゃあ、こっからイルカ岩取っていこう。つば九郎からの、オッケー。さて、いやもう時間なくなっちゃう。行こう。つば九郎行かなきゃいけない。いいぞ。分かっていいな。あれだね。取ってくんだから。つば九郎先行ってから帰り取ればいいって、このように変えよう。まあ、入っちゃいけないんだって。どう？すみませんね。それは何番機？それは何番機？失敗した。リュックやっぱつば九郎山荘に置いてくればよかった。どうせピストンするんだって。失敗した。で今ずっと頭の中で思ってます。しょうがない。うん。おお、すごいですね。まあね、こんな感じで歩いて行ってますね。すみません、ありがとうございます。どうぞ。ね、こっちから見るとこんな感じですよ。こんにちは。お腹すいた。お腹すいたよね。すいません。ありがとうございます。お疲れ様です。こんにちは。やだ、また下って登るのかって感じですね。すみません、ありがとうございます。うわ、すごいっすね。こんな感じですよ。やっぱすごいね、北アルプスは。思うけど、本当にすごいわ。ねえ、槍ヶ岳とかね、本当にすごいわ。さあ、あと
もう少しでね、つばくろ岳だと思うんですよ。でね、今ね、腕時計の標高は2668メートル。まだまだだな。時刻は11時39分。確か2700何メートルっつったかな。そんな感じなんだよね。はい。こんなね、岩の切り立ったところね、通ってきますね。うわぁ、すごい。こっからまた下がってからの登り返り。これはきついぜ。カメラ下向け。うん、そっち側？こっち側？こんにちは。こんにちは。で、からの、また登り。本当に今日帰れるんだろうか。って言っても帰んないとね、さっき言いかけて忘れてたんだけど、インコが、インコ、どうでもいいじゃないかっていう人はどうでもいい人なんでしょうけど、結構ね、本当に、さっき出てくるときはね、目がうるうるしてましたよね。なんでどっか行っちゃうのつって顔してた。木みたいのが出てますね。あともう少しかな。足が痛い。左足がね、もう完全に痛いわ。ちょっとまずいかも。すいませんね。結構ね、答えてます、今。ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。マリちゃん。さあ、まだかな。まだあの向こうだな。向こうか。笑っちゃいます。どうぞ。
振り返るとね、本当にまだいいね今日は。いや、さすがに足がきついっす。まあ、親父が登る登山みたいな感じでした。おお、おお、ちょうどね、今ぐらい私の腕時計がね、腕時計についてる万歩計がね、1万歩達しました。はい、じゃあね、じゃあすいません、やっぱね、人気ある山っていうかね、結構ね、やっぱ人が多いね。こんな感じですね。まあだいぶね、ガスも出てきたりしてますよね。まあ、そっちの山の方がガキの方なんだよね。まあ、ガキだけもね、一応ね、目標には今入れていてね、いずれね、ガキだけ行こうかなと思ってるんですけど、こんな感じですね。絶景ですよね。なんかこうね、砂岩みたいな、こんな感じですよね。こんな感じですよね。一応カメラの方はね、ちゃんと撮れていってますね。今標高がね、1704メートルですね。5メートルになった。で、時刻11時48分ですね。で、11時48分。標高1707メートル。あと数十メートル行けば、ね、つばくろだけに到着ですね。で、私は生まれて初めて登り山になりますね。受けていくか。よし。おお、穴が開いてるか。はあ。ちょっとね、今みんな写真撮ってるの何かなと思ったら、そこね、岩が穴開いてね、芸術的見たくなってですね。まあ、こんな感じですよね。で、撮ってるっていう感じですよね。本当に。まあ、こっからもね、ちょっと今暇、
な感じだよね。すごいね。こう見るとね、つばくら山荘からここまでね、すごい近いっていう感じがするんだけど、全然遠いよね。本当にあの、北アルプスは偉大だ。でね、登ってくるときね、すぐ槍ヶ岳が見えたんだけど、槍ヶ岳、見てください。こうどうやって行ったらいいのっていう感じで、ねえ、あ、すごいよね。はぁ、あ、もうまたね、槍ヶ岳にね、登ろうとも考えてはいるので、その時はね、また次回のお話になるのかなと思ってますね。まあね、若い人ってのはすごいわ。なんて言ったらいいのかな。本当に、健脚だわ。今日は、さすがにきついわ。あれなんだろう、このホース。もしかして、水？なんだ。足ボロボロだな、はあ、さあいよいよこの目が頂上かな。今2727メートルですね。多分もうこれ登ればあの頂上なんでしょう。すいません、うん、ありがとうございます。よいしょ、はあ、北つば黒岳とつば黒山荘って書いてありますね。でね、北つば黒岳もあるんですよ。で、北つば黒岳行っちゃうと結構ね、時間が片道何分だっけな、50分ぐらいかかるみたいなんで、今日は行きません。もうこれでね帰ります。インコも待ってることだし。来れんの、そっから登れんだ、知らなかった。まあいいや、行こう。どっちからもなっちゃうんですよね。あともう少し、その上だね、きっとこの上だと思うんですよ。頑張れ。どう行こうか、待つかじゃ。こんにちは。こんにちは。
こんにちは。ありがとうございます。2750m です。あともう少しだね。つけるか、つくか、どこにあんだ。標識はなんか迷路みたいな山だね、つばくろって。本当に思ったよ。いろんなところからね、頂上へ行くね、登り道があるんですよ。こっからも上がるし、まあ岩なんで何もないから、登れるところはね、みんな登ってきちゃうんですよ。よいしょ。さすがに足がきついわ。でもね、そこロープ張ってるんで、ロープから向かう無理だけど、ここは上は行けるんですよ。よいしょ。はぁ、来たぁ。よいしょ。やった、つばくろもう少しで達成です。まあね、人いっぱいいますけどね、もうこのままね、顔がね、とこまとっちゃいますね。モザイク大変だけどね、まあいいでしょう。これがつばくろだけか。よいしょ、よいしょ。この先、はあ、あれ、すいません、ここはつばくろ岳？そうです。ああ、はい、本当だ、書いてあった。すいませんでした。 いやつばくろ岳到着しました。じゃあタッチ、やったー。